このまま終わってしまうのか。さあちょっと差がついてきたようにも見えますが、お互いオペレーター出しましたよ。このオペレーター勝負どちらが勝るか、かなり引いた位置で守ってるのが気になりますが、見えた重厚ファーストブラッドはフィスカ。おお、そこ待った。そのまま2キル取った。まだ行く、まだ置いている。フィシが受け継いだが、トリプルキル。そしてもう一度ブリンク上がった。もう一度前に出た。中央でキャリアダウン、クワッド。戦国残りは1人。これはゼロスト前出れないでしょう。フィスカーは獲物のようにラスト1人も取り切った。フィスカーのエースが飛び出しました。逆にゼロスタがペンタキル取られましたね。そうですね、これは心を折る戦 い、 いオペレーターだと少し難しいんですけどね、ストッピングより。うわ、まあ、ここでもフィスカ、いやー、溜まってきましたね、フィスカ。ポカポカ、完全にエンジンがかかりました。そして今回 B1 じゃなくて B2 なんですね。 B サイドからミッドに車線通すのはミンティ。一方的にダメージを与えてランデブで下がっていきました。その間に入ってくるのはフィスカ。7発打って7キル、壁抜きで倒した。ゼロスト、ゼロスト1タップ、ガーディアンですね。しかしネストから車線を広げてきた。おお、パス打って8キル。フィスカーが止まりません。ミンティが落ちたので罠が発動しない。サイト中には入ることできました。これ隠れてるファントム、そうですね、気づいてるかどうかですね。この B バック、このゲーム簡単だな。残り9発で9キル。まさかえ2連続エースなのか。ブレロスミスを相手に2連続エースの時は来るのか。取りに行くぞフィスカ。ナイフ打っている、取りに行っている、取りに行っている、取りに行っている。2連続今日のフィスカは一味違います。大会でこれやんのかよ。譲る形にはなりましたけれども、チームの士気は上がる2連続エースですね。しかも過去2連続エースといえばスミスが取ったものですから、はい、死人出てますけど。ラスト残ったスミスに対してこれやりますか。金を犠牲に心を折る。そして待っているのはこのフィスカのオペレーター。いやー、今一番温まってますからね。外さない。体が半分見えたところ打ち抜きました。反応速度も今かなり上がってると思いますね。あ、出発って、出発当たったポイントです。と思うんですけど、シーカー、ね、100発100周まで、リアル100発100周まで、あと10、あと90。手前を抑えると思うんですよね。で、なんならミッドこれ噛み合うぞ。飛び出した、フィスカン。避けた。ダイリングライトで、バレてしまう。わぁ、インチキインチキ、増えたぞ。シリフリも使えるファイナルキル。今日はフィスカンの日だ。おい、まずい。完全に止めている。11発打って12キルしてる。いやー、パワーに対してパワーでぶつかりに行った。さあどうするミンティのツールのフォース。これは一バレていないが、ハンターツールバレた。100発101中くる。あらー、これが守るものがある父親の強さ。2対0、パブゲーミングが2回戦進出です。あかーん。